結構辛いですね。そうですね、はい、結構痛いですね、はいはい。頭が硬いです。結構ここら辺もちょっと痛いですよね、はい。ちょっと後ろ伸ばしますね。楽、はい、楽にしてください。大丈夫ですよ。はい、伸びてますか、はい。はい。痛くないですか。はい、大丈夫です。はい。そうですね。
も痛くないですか？あ、若干でも痛いですか、うん、こんな感じで痛いですか？いや、そんなに、はい、でも激しい痛みではない、はい、はい、ちょっとな、うん、慣れてきたというか、緩、まあ、んできた感じですね、はい、痛み強いですかね、はい、入りやすいのか、ちょっと上げにくいっていうか、はい、突っ張る感じありますよね。あ、はい、うん、やっぱちょっと硬くなってますよね。多分あんまり上に上げたりとかがなくなって、はい、伸びが良くないんじゃないかなと。いいですか？あ、まあ、いやでも気持ちいいです、はい、伸びてる感じですかね、はい、はい、呼び伸ばしました、はい、はい、楽にします、はい、力がやっぱり入っちゃいますね。
回します。痛いですか？ああ、いや、痛くない。そうですね、痛いです。結構なんか力が入っちゃいますね。ああ、はい。ああ、そうですね、はい、はい。今こうさっき伸びにくかったとこ伸びてる感じありますか？あ、はい、はい。ここもさっきより抵抗なくなってないですか？はい、はい、ちょっと緩んだ感じありますね、はいはい、まだ少し痛いとは思うんですけど、先ほどなんかそのきつい痛みというか、はい、辛いですっていうような痛みではなくなってきてますよね、はい。はい、ちょっと動かしやすくなってる感じがあるので、回りやすいっていうか、はい、あの引っ張られる感じとか力が入るっていうのが右より少ないですよね。やっぱり右の方が特にこう、はい、マウスでちょっと上げてちょっと脇締めるみたいな状況になってたのが響いてしまったみたいですね。そうですね、もさっきより全然辛くなってますよね、はい。ここすごい痛かったところですけど、はい、そんなに痛くないですよね。そうですね、はい。はい、じゃあ1時間ほど行わせていただきました。はい。以上で終わりになります。最後に肩前叩きますね、はい、背中が丸くなっちゃいがちなので、はい、座るときやっぱりなるべくこう腰のアーチ作るような感じで座っていただくと、あの肩こり、うつもなりにくいと思うんですよね。まあ、長時間座っちゃうと何でもやっぱり辛いんですけど、はい、なるべく座るときに、まあ、背中丸くしないようにってことと、はい、まあ、あの同じ8時間の中でも、はい、まあ、1時間に5分は休みを取るとか、できるだけちょっとずつでもちょっと立ち上がったりとか、はい、体ひねったりとか、はいはい、していただいてると、まあ、疲れがたまりにくいですので、ですね。顔を起こしていただいていいですか？はい、すいません。うん、はい、じゃあ手上にいいですか？はい、はい、お願いします。まっすぐで、はい。反らします。はい、はい、きつくないですか？はい、はい、じゃあ脱力、はい、お願いします。お疲れ様でした。
あの体を動かしたり、いや、すごい軽くなってますね、めちゃくちゃ、はい、あ、よかったです。いや、すごいですね、全然違いますね、違います、はい、前と、はい、よかったです。1時間でしたけど、そうですね、はい、こんな変わると思ってました、はい、はい、初めてでしたけど、痛さとか大丈夫でした？あ、大丈夫でした、はい、むしろ気持ちいいの方が勝ってたんで、はい、あ、よかったです、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you.